はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形 ④ をお送りします。で、このタイトルね、4本目で、また問題演習なんですが、今回は1問のみです。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ問題文なかなかの長さなんですが、結局出したいのはね、OR 対 OQ っていう、まあ比を出したいんです、ここの。で、まあこれを出すためもあるし、途中であることを使う、それに気づくためにも、ちょっと図形を書きます、これ。四面体 OABC からね。で、かなりごちゃごちゃするんだけど、ちょっと頑張るから。どうしようかな。じゃあまず底面部分の ABC 一応書いてみて A でしょ B の C で、まあ、上行くか。よいしょ。では O があると。で一応書き込んでいくと AB を1対2内分する点が P ですね。1対2なんで、まあ、この辺かな。一応書いておこうか。多分全部書くとね、ごちゃごちゃするんで、書けるとこだけちょっと書いていくね。で、次がめんどくさいね。PC を2対3か。中に突き抜けるんだね。ここを2対3だから、これかぶるな。ちょっと意図的にずらそうか、こっちに。で、ここが9。2対3と後でね、チェックすればいいや。で、次が OA の中点が D なんで、まあ、ここだね。中点が D、まあ、長さ同じですよと。で OB を2対1内分する点が E なんで OB かぶるな。ちょっとこの辺処方かが E で OC を1対2内分する点が F、 ちょっと上目だね。この辺が F、まあ、ここは書いておこうか、書けそうだしね。1対2と。で OK かな。であとは平面 DF と線分 OQ の交点を R とすると。でここが超大事です。ここで今これ何を言ってるかっていうと、平面 DEF なので、ここね D と E と F がまあ三角形を作ってるんですけど、もうこのなんだ立体の中に入ってる感じね、まあ、切り口みたいな感じですけど、その平面 R の部分と線分 OQ の交点なので、 OQO から下に向かって9に線を引いた時に、その面に突き刺さるじゃんか OQ が。そこの交点が R になります。だから O から9に向かってピーって引いて刺さって9に行く、その時の刺さったこの部分が R ですよといった感じで、これを書いて大事なことは2つですね。まず O と R と Q が一直線上にあること、まあ、これは気づきやすい。多分文章だけでも気づけると思うんですけど、もう1個が三角形 DEF、まあ、正しく言うと D と E と F が作る、まあ、D と E と F で定まる平面に R があると。同じ平面上に R がありますよっていう、そこがすごく大事です。途中で使うんでね。まあこういう状態なんだと。ちょっと直ったな。こういう状態なんだっていうことでやっていきましょう。でこれはですね、まあ、いろんなアルファベットが出てくる。で普通に OA ベクトルって書いてってもいいんですけど、ちょっとめんどくさいのとごちゃごちゃしそうなので A から F まで小文字バージョンで置いちゃいます。もちろんこれ置かなくてもいいからね、全然。だから OA ベクトルを A ベクトル、ちょっと待ってね、 OB を B、 OC を C、あ、多分ね、説明するときはね、こっちの方がシンプルで分かりやすい気がするので、ちょっとこれでいきます。O、E を E。で、O、F を F ベクトルと C。で、あと大事なのが、さっき言った O と R と Q。これ一直線になってるでしょ？ ORQ は。一直線上にあるってことは、OR ベクトルは、K 倍の OQ ベクトル。と置くことができます。これ一直線上になる時の条件だからね。と置いておく。で、こっからスタートしていきます。で、どっからいこうかな。まあ普通に文字、文章通り P からいきましょうかね。まず、OP ベクトルは AB を1対2内分です。内分だから足して3分の、で、×掛けで1、2書くと 2A と 1B です。これちょっと暗算気味でやってごめんね。うんって思う方は内分点と外分点のね、動画、平面ベクトルの時もね、ちょっと見ていただければと思います。なので、3分の 2A だから、A ベクトル、プラス3分の 1B なんで、こうなりますね。で、次は Q。これですね。Q は、PC を2対3に内分。内分だから足して5だね。で、5分の3P と 2C になります。だから、OQ ベクトルイコール5分の 3OP ベクトルプラス5分の 2OC だから今置いたもんね。C ベクトルとなる。で、OP ベクトルに関してはさっき出したやつを代入すればいいので、つまり5分の3をこれに分配でかける感じだね。で、かけると、5分の 2a プラス5分の 1b プラス5分の 2c この部分ねとなります。で、ここちょっと焦点戻しますね。多分そろそろね下の方がぼやけてしまうのでごめんね、ほんといつも。で、ここまでこう置いたら、こっから df をうまく使っていきます。で、先にあれか、申し訳ない、もう一個だ。 OQ ベクトル出てきたので、ここ KY の OQ ね、 OR はだから配ってしまいます。なので OR は KY の OQ だからこれに K を配るだけなので、5分の 2KA ベクトルプラス5分の 1KB ベクトルプラス5分の 2KC ベクトルとなります。いいかな。で、結局ですね、やりたいことは、今これ OR が A と B と C のベクトルで表されてる。これを D と E と F のベクトルに全部置き換えたいんです。A、B、C の部分を。その理由は後ほど言います。で、どう置き換えるかっていうと、今 D も E も F も全部こう中点とか内分点でわかるので、まあ置き換えられるんだよね。で、ここで、まずじゃあ D ベクトルからいこうか。OD ベクトルだね。D は OA の中点です。で、中点だから1対1の内分って考えてやってもいいし、図から判断するんだったら D って A ベクトル、これ1対1ね。なので2個に分けたうちの、2個に分けたうちの1個分なんだよ。A ベクトルを2個に分けたうちの1個分だから2分の 1A ベクトルってなる。まあ図で判断するとね、まあ、こっちの方が早いんで俺は好きなんですけど。で、E ベクトルは、これ OB を2対1内分。つまり3個に分けたうちの2個分なんだよね。B ベクトルを。だから、3分の 2B ベクトルになる。で、最後、F ベクトルは1対2です。3個に分けたうちの1個分です。C を3個に分けたうちの1個分なんで、3分の 1C ベクトルとなります。で、置き換えるんです、ここから。どうするかっていうと、これ今ちょっと変形したの書かないですけど、これ、両辺に2をかけたら、2D ベクトルイコール A ベクトルになります。2をかけると。つまり、A ベクトルイコール 2D なんで、A のところに 2D 入れちゃえばいいんだよ。つまり、OR ベクトルイコール A が 2D に変わるんで、2をかけて、5分の 4K、間違った。K、D ベクトルに変わります。で、次もそうです。両辺に2分の3をかければ、2分の 3E イコール B になります。だから B のとこに2分の 3E ベクトルを入れればいいので、かけると、10分の 3K、E ベクトルになります。で、最後も両辺に3かければ 3F イコール C になる。だから C のところに 3F を入れればいいので、5分の 6KF ベクトルと置き換えられます。で、ここでですね、大事なことが出てきて、点 R あるじゃないですか、R はさっきも言ったように DEF 作ってる平面の上にあるんです。で、それを書きます、まず。これは下入るか。あ、入るね。点 R は 3.DF で定まる平面上にあるから、こうきます。ね、さっきも言ったようにありますよね。DF が作ってる平面の上に R があるんです。なので何が起こるかっていうと、今 OR ベクトル R は D と E と F のベクトルで表しました今。そうすると R が D と E と F で定まる平面上にあるとき、ここにくっついてる係数 5分の 4K、10分の 3K、5分の 6K、 これ全部足すと1になります。それを使うためにここまで持ってきたの。なので全部足すと5分の 4K プラス10分の 3K プラス5分の 6K イコール1です。はい、頑張ります。10に通分すれば、8、3、12だよね。11、10、違うか。5分、合ってるか。12、パニック。15、23か。10分の 23K なので、こっちもよ。K イコール23分の10になります。つまり、ここに戻します、最後、K。だから、OR ベクトルイコール23分の10、ここね、10の OQ ベクトルよりで比が出ます、最後。OR 対 OQ イコール。で、こっから比の出し方は、答え正解ちゃうか。これ10対23なんですけど、10対23でどう考えるか、これ結構個人によるんですが、自分がよくやるのは、結局 OR は OQ の23分の10倍なんだよね。つまりこれ分かりにくかったらごめんね、俺ちょっと慣れちゃってるんでこれやるんですけど、これ今直線で考えると O でR 下に Q がこうあるでしょ、順番としては。で OR ここは OQ の23分の10倍、これは23個に分けたうちの10個分が R です OR ですって言ってる。だからここが23個分に分けた時のここが10個分なのっていうことを表してる、23分の10っていうのは。だから OR 対 OQ だったら見て分かるように10対23なの。で、もしこれが OR 対 RQ って出されてしまったら10対13になります、ここ。全部で23だからね、引き算すれば13になるので、そうそうそう。よくここの数字で書けばいいんでしょって言って覚える子もいるんですが、結構、直した。じゃあ裏返った。OR 対 RQ で出す人もいるので、その時それ書いたら罰食らうからね。だからそれを防ぐためにも、こう書いてしまえば、23個に分けたうちの10個分ってわかるので、こっちの方が無難かなとは思います。個人的にはね。もしよかったら使ってやってください。では、今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形 ④ をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このタイトルですね、もう1回でかかります。⑤ まで。で、次回問題演習2問となっておりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。